0プリンセスコネクト RE ディベが好きな一人が来場しました。ゼロ、ゲームが好きな一人が来場しました。ナナスさんがギフト、ウサギモン、トキカプセル 20PT を送りました。ギフトありがとうです。遊んでいるのではなく、英気を養っているんです。ブーブー。さあ出発ですよ、冥王様。遊んでいるのではなく、
出発ですよ、冥王様。リベの画像下のコメントってユウが言ってるんだろうか。やっちゃえ冥王様。あの前からずっと応援してました。私の顔、覚えてないですよね。覚えてるって。デビューした時からずっとライブ来てくれてたよね。ほらほら、早く握手しよう。はい。こんな感じで OK です。最後までちゃんとファンに徹してよ。練習になんないじゃん。わらわら。あ、すみません。握手会は今回も前日参戦です。会場が空の果てだろうが海の底だろうが駆けつけます。うんうん、待ってるね。それじゃあ最後にうっさうっさぴょん。うっさうっさぴょん。はい、時間です。ライブの時も最前列で応援してくれてありがとう。はい、パムクルチャさんのアイドル活動いっぱい応援してます。パムはガチのファンなので。パムクルチャさんをすっごく尊敬してるんです。パムはアイリスになる前、周りの人から避けられてました。体はへっちゃらだったけど、心がキュッてなる時もあったんです。でもアイリスになってから心もへっちゃらになりました。クルチャさんの歌と踊りにもたくさん元気をもらって、だからファム、クルチャさんを大尊敬しています。実はちょっと疲れが溜まってて。助言ありがとうございます。ユウさん、なんだか冥王様の様子が変です。もしや。
冥王様は圧が強めな困ったファンを演じているのでは。必ずしもいいファンばっかりではないから、そういう人が来た時の対応もね。ゼロ、おとぎフロンティアが好きな一人が来場しました。え、塩太陽？嘘、そんな落ち着いて見えました？シリアスな大人の魅力が自然に出ちゃったってことかな。はい、時間です。時間ですよ。ダメだよ、応援してくれるのは嬉しいんだけど、時間は守らなきゃ。他のファンも待ってくれてるんだから、クルちゃんのお願い聞いてほしいな。やっぱりアイドル握手会とかでこういう人もいるんだろうな。お願い聞いてくれないんだ。クルちゃんファンクラブ鉄の掟、他のファンに迷惑をかけるべからず。掟を破った者には容赦なし。アイドルに必要なものは歌と踊り、時には拳。握手会のマナー、体に刻みつけてる。厄介というか、ただの悪役になってません？速報、スイートホームメイド12時サービス開始。123、落ち着いていきましょう。いらっしゃいです。シグマ A の、まあ、めんどくさいな。俺が世界一のメイド様、聞いてますか？メンバー開始になるのですね。しゃあないな。は、畑を荒らしちゃダメ。月が綺麗ですね、メイド様。練習に付き合ってくれてありがとね、みんな。冥王様のおかげでアイドルパワーも鍛えられました。握手会の本番が楽しみですね。でもでも、ハムはクルチャさんの歌と踊りが好きなので、ライブも見たいです。ファンに熱望されちゃアイドルとして応えるしかないか。まずは会場を抑えなきゃだね。せっかくだし、ルヌークスあたりとか。まあ、緊急メンテですね。理由はわからない。ジュンニさん、クルちゃんの生まれ故郷で海をバックにライブ、超映えそうじゃん。ルヌークス、ん？乗ったの？この間、人間界の商人と話す機会があった。その時に聞いたんだけど、ルヌークスで海賊団をまとめ上げてる連中がいるらしい。穏やかじゃないね。ルヌークスで活動する海賊団って数は多いけど、縄張り争いとかで喧嘩してるのは。メンテサービス開始、そしてまたメンテって流れにならないといいですね。まとまっちゃうとは。統率の取れた悪の大海賊団が完成ってわけですか。確かに穏やかじゃないですね。でもこの話で私がもっと気になったのは、海賊をまとめ上げてるのが数十人のラベリナってとか。
メンテアとノビナルってクルチャさんと同じ種族ですよね。メンテだよ、とか、なんとかの子ら画像を思い出した。クルチャさんみたいな人たちが大海賊団のキャプテンってことですか？ないない、ラビリナは基本腹ごとを好まないし、悪の大海賊団の船長とかやるわけないじゃん。想像してみてよ、例えばクルちゃんはそんなことできると思う？クルチャさんは大海賊団のキャプテン、ワンワンワン、バブンバブンバブン。落ち着け、ファム船員。空を見ろ、もうすぐ嵐が来るぞ。もう来てますよ、バーブー。あー、バブーが風に飛ばされて、あー、ワームも。ワンファンファンファン、飛ばされてもファムたちは一緒ですよ。ファブは、ごめんなさいクルチャさん、ファムたちクルチャさんの船には乗れません。なんか謝られた。でもこれで分かってもらえたよね、ラビリナが悪の船長なんてやっぱ無理無理。ラウラの聞き間違いじゃない？クルチャが言うならそうなのかも。でもルヌークスの海賊が組織化してるのは間違いない情報。悪の大海賊団が暴れ回ったりしたらルヌークスの人たちが危ないよね。みんなを癒すアイドルヒーラーとしてそんなのほっとけない。いざルヌークスへ。これもアイドル活動の一環です。お供します。クルチャさんのアイドル活動ぜひお手伝いさせてください。バブバブ、人助けなら私も力になりますよ。でも相手は大海賊団、この人数でなんとかなるでしょうか？ここはクルちゃんに任せて。お願いします、冥王様とラウラにも手伝ってもらえないでしょうか？言ってました、クルチャさんの高速土下座。ポリンさんやベア先生にたくさん土下座をするうちプライドは枯れ果て、土下座に抵抗がなくなった。そんなクルチャさんだけが使える秘伝の奥義です。プライドなんてニージンと一緒に食っちまったぜ。ヌークスには知り合いの解消もいるし、私も知らんぷりできない。他のアイリスだって事情を話せば手伝ってくれるはず。レア先生とかビルはすぐ面倒くさがりそうだけど、冥王様がやる気ならきっとついてきてくれますよ。では準備ができ次第出発しましょう。今回の目的地はルヌークス。
出発ですよ、冥王様。新ゲーム開始したんだ。いらっしゃいです。シャボーンの木やっちゃい、冥王様。おもかじいっぱい、いっぱい、バブー。てかクルチャとハムはなんで海賊の格好してんの？これから相手するのは海賊でしょ？クルちゃんたちも海賊になって敵の心理を読み取ろうって作戦。いいアイデアじゃん。海賊の気持ちはなんかわかった？でっかい帽子かぶるとテンション上がる。ごめんね、期待した私がバカだった。泣かれると余計傷つく、それにまだファムちゃんが残ってるから。ファムちゃんどう？海賊の気持ち分かった？クルチャさんキャプテン、中だった。早いとこお宝を見つけましょうぜ。そんで酒を飲んで大騒ぎしましょう。景気づけに大砲でもぶっぱなしちまいますか？へっへっへ。終了まであと5分なので。あ、海賊になりきりすぎちゃってる。30分延長しました。戻ってこい、いつものバムちゃん戻ってこい。今のとこ海賊さんとは遭遇してませんね。平和な船旅でちょっぴり拍子抜けです。緊急メンテなんだろうか。長引いてるってことは、大海賊団が結成されたって話ですし、もっと治安が悪くなってるのかと。息を潜めて各自の準備をしてるとか。っていうか冥王様、今回の目標って組織化してる海賊の殲滅？数が多いし一人残らず倒すのは現実的じゃないと思う。海賊との戦いになる。今のうちに休んでおかないと。お休みしつつも油断はできません。マムたちが戦おうとしてるのはただの海賊ではなく大海賊だ。終了時刻に監視の目があるか分かりませんから、マム偵察しておきます。アムちゃんやる気満々ですね。もちろんクルちゃんだって燃えてますよ。ルヌークスは故郷ですから、海賊の好きにさせるわけにもいきません。まあクルちゃんのいた島はもう滅んじゃってますけども。あ、すみません、ただ単に昔話をしたつもりなんですけど。緊急カリンジメンテより、まず始める前になっちゃいましたね。クルちゃん的にはもうそこまで気にしてないんです。生き残った同郷の知り合いとも再会できましたし。やっておいて開始後またってパターンにならないといいですよね。ですです。前にチラッと話しましたよね。そういえば違う話ですが、クルちゃんや他のラビリナは最初
人間と暮らしてました。だけど人間と揉めてお互いもう干渉しないようにって流れになって、クルちゃんもその時期は人間を嫌いになっちゃってたんです。青春豚野郎はっていろいろとシリーズあるんだろうか。人間の集落も海賊に滅ぼされました。クルちゃんは思ったんです。人間と決別せずに支え合ってれば海賊の侵攻を防げたんじゃないかなんて考えたら、人間を嫌ってた自分がすっごく恥ずかしくなって、だからあの日以来クルちゃんはラブ&ピースを大事にしてます。種族なんか関係ありません。クルちゃんの歌と踊りでみんな元気に癒してあげるんです。うっさうっさぴょん。クルチャさん、横から突然クリスチャン。失礼ながら先ほどのお話がたまたま耳に入ってしまい、私とても感動いたしました。他者のために身を捧げる者同士、今後はさらに理解を深め、船酔いか。うん、あれはファム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 、バブ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 。今のは危険を知らせるファム&バブアラートです。ご覧ください、モンスターたちが船を沈めようとしています。ギフトありがとうです。もしや彼らは海の守護者、海に向かっていつものスライムさんたちばかりに怒りを買ったのでしょうか。どっからどう見てもただのモンスターだよ。あ、すみません、船酔いで混乱していました。では気を取り直して、船旅を邪魔するモンスターよ、今より私が浄化し、レレレレー、クリスちゃんは休んでてね。出た出た。しゃあないな。これが世界一の聖アートマン。見てますか。さあ、一番大切な収穫がやってきましたよ。悪い人たちがいっぱい、きっとみんな海賊だね。ファムちゃん、油断しちゃダメだよ、気を抜いたら即カツアゲだから。ブルブルブル、バブバブバブ、スイートカラムメイド。クルちゃんたちもっと気合を入れなきゃ。ジュンニさん、てわけで今から海賊に舐められねえよ突っ張ってくんで、よろしく。お、なんだか強そうです。じゃあファムも、今日のファムは悪い子ファムですから、よろしく。バブバブ、クルちゃんたち、今から大海賊団について情報収集してくんで、よろしく。なんだてめえら、すまへん、こんなに
にしか持ってまへん。多分まだチュートリアル突破者いないから答えれない。12さん、レッスン、ジョボーイ。なんだか絡んできた海賊さんの方がビビってますね。クルチャさんの顔を見た途端腰抜かしてますけど。クルちゃん、何かやっちゃいました？でもちょうどいいか。あのですね、クルちゃん、ちょっと話を聞きた。生意気な口を聞いて申し訳ございませんでした。ピョン、ピョン、ルイ、何その語尾、めっちゃ可愛いじゃん。いや、そうじゃなくて、どういう状況、なんで土下座。実はルムークスでブイブイ言わせてた。いやいや、そんな地元じゃやんちゃだったエピソードないって。まあとりあえず歌うね。なんでじゃ。だってこんな大勢の人がクルちゃんに注目してるんだよ。それにちょうど歌いたい気分だったし、ゲリラライブってことで。ライブ？今からですか、ピョン？了解しました。お前らさっさとステージを設営しろ、ピョン！え？わからん。なんもわからん。おやすみ。現実から逃げないでください。あん、でも本当に意味不明です。ラディスがわらわら。クルチャさんを見た途端に腰を抜かす海賊さん、かと思えば整列してライブとなれば即ステージの設営。冥王様、これは一体。現実から逃げないでください。ユウさん、考えるまでもないよ。クルちゃんを見てビビったり整列したりする海賊たち、そして爆速のステージ設営。つまりクルちゃんがめちゃくちゃ売れてるってことだよ。シグマ A の海賊はみんなクルちゃんのファンだから、本物のクルちゃんを見て驚いてたの。整列したりぴょんぴょん行ったりしてるのもクルちゃんが大好きだから。いつでも歓迎できるようにステージの準備までしてさ。自分でもびっくりだよ。いつの間にかアイドルとして海の覇者になってたなんて。オッケー、期待に応えて思う存分歌っちゃうぞ。1曲目はもちろんチェイスマイハート。勝手なことをするな貴様ら。ステージを準備しろなどと誰が言った。あれってクルチャさんと同じラビリナの人ですか？部外者がいるな。何者だ？お前は。え、嘘、もしかしてカティちゃん？まさかクルちゃんか？
嘘本当にカーティーちゃん、信じらんない。キャー、再会を祝して歌う、デュエットしちゃう。相変わらず騒がしいな。あ、紹介するね。みんな、この子はカティちゃん、クルちゃんの友達なんだ。故郷の島で一緒に育ったの。っていうか他のラビリナも見覚えあるし、みんなあの島で暮らしてた子だよね。そっちはクルちゃんの仲間たちか。はじめまして、私はカティ。これはこれはご丁寧に。ファムはファムと言います。よろしくお願いします。でもクルチャさんの故郷のお友達ってことは、クルちゃんも正直カティちゃんにはもう会えないと思ってた。カティちゃんは海賊にさらわれちゃったから。私とこいつらは海賊に捕らわれ、死をも覚悟したが、土壇場で獣人の力に目覚めたんだ。海賊どもを蹴り倒し、船を奪い、そのまま逆に従えてやった。カジバのバカ力、獣人バージョンって感じ。人間だってギリギリで才能が開花したりするしね。今はこの通り。全てではないが、ルヌークスの海賊をまとめ上げて海賊団を結成した。幸い人を組織する才能があったようだな。キツネさんが今では頼れる船長だ。王子カプセル 10PT を送りました。噂は本当だったんだ。神桜里、大海賊団を率いてるのはギフト、ラビリナっていう。ドギカプセル 20PT を送りました。海賊さんがクルチャさんにビビったりしてたのって、ギフト、ありがとうです。船長であるカティさんと同じラビリナだからです。一応言っておくが、うちでは略奪と侵略を禁止している。海賊団を作りはしたが、ルヌークスの治安を乱すような真似はしていない。あ、わかった。クルちゃんたちみたいな海賊に襲われる人を減らそうとしてるんだね。だから海賊をまとめ上げて規律を守らせてるんでしょ。いや、我々にはもっと大きな目標がある。そのために海賊団だけではなくアイドルグループを結成したのだ。なんて？ちょうどいい。見せてやれお前たち。ゼロ、おとぎフロンティアが好きな一人が来場しました。アイドルです。クルチャさんのようなソロアイドルとは違うグループ体制。ナナスさんが一人一人に当たるスポットライトの数が減るというデメリットもありますが、その分とてつもないグルーヴ感を放ち、ガチャコカプセル数倍になります。ガチャコカプセル送りました。ギフト、ありがとうです。我らがユニット名はブラックウーサーズ、通称ブラウサ団。見ての通り今をときめくアイドルグループだ。そんな、ちょっと望まれて
パソコンからスマホ視聴に変わっての記載をトミフロンティアしたようだ。ジュエルさん、こんな熱いライブ見せられてじっとなんてしてられない。クルちゃん、いきまーす。クルちゃん、頑張ります。ちょっと離席しますね。昼飯から帰ってきたらクルチャのアイドル勝負になってる。戻りました、チョボーン。いらっしゃいです。ところで質問タイム。カティちゃん、大きな目標のためにアイドルグループを発足したってどういうこと？目標のためには海賊をしっかり統率する必要があった。その手段にアイドルという形を取ったんだ。確かに海賊はみんな一糸乱れぬ動きでブラウサ団を応援してた。アイドルを応援するファンの団結力って半端じゃないもんね。きっかけはクルちゃんだ。クルちゃんはかつて故郷でロコドル活動を行っていた。私たち同族の心を毎日のように明るくしてくれて、そこから着想を得た。アイドルには他者の心に作用する力がある。うん、アイドルってつい応援したくなる存在だし、ユーザーズの大群に襲われた時、ここに我々より倒しやすく恨み募る相手がいるではないか。それを浴びた海賊たちは話し終わったんでは、力を合わせるようになって、カティちゃんの目標を手伝うようになったんだ。っていうか、さっきから言ってる大きな目標って何？実際に見てもらった方が早い。私が根城にしている島に来てくれないか。アイドルの先輩としてロエクルちゃんの意見が欲しいんだ。もちろん行く行く、友達の頼みだもん。アイリスのみんなも一緒に行っていいよね。あ、アイリスっていうのはファムちゃんたちのことなんだけど。同行者は数人にしてくれ。初対面の相手はあまり信用できない。そっか、じゃあ何人かだけ。はい
対ファムはついていきたいです。クルチャさんのファンですので、クルチャさんの活躍は見逃せません。なら私も行かざるを得ませんね。マスコットキャラの座は譲れど、冥王様の頼れるパートナーの立ち位置は健在です。なぜ今決まったメンバーじゃないんだよ、わら。新鮮なエレレレレレいただきました。さあ出発ですよ、冥王様。クリスとナジャは一緒に行かないのね、わら。クリスのエレレレレ、やっちゃえ冥王様。ノリでついてきちゃいましたけど、何を見せられるんでしょう。大きな目標に関することだとは思いますが、ラビリナが歌ったり踊ったりして改心した海賊がそれを応援する。安易魔術で拠点壊滅余裕でしたってなりそう。素敵な光景を見られるとか。おお、アイドルの楽園のような場所ですね。とっても楽しみです。ファンもみんな楽しそうな顔でって、あれ、今 DMM の人気ランキング見たら1位ウマ娘で、2位さっきのシャニソンだった純美さん。サクさんがギフト、キャディ様、おかえりなさいませ、ピョン。 20PP を送りました。おかえりなさいませ、ピョン。おかえりなさいませ。右端のお前、語尾にピョンをつけ忘れた。今ウマ娘リム中だけど、教育が足りていなかったらしい。おい、こいつをウサウサ矯正院に放り込め。支配者と従順な奴隷っていうか。バティちゃん、どういうこと？持ってたのと全然違うんだけど。シャイニーは時間ないと長時間遊べないのと、パソコンスペック問題がありましたね。海賊を統率するためアイドルという形を取ったと。例えば我が海賊団にはこんなルールがある。
なんだ、現実とそんな変わらないねって安心したわ。その4が、アイドルは人の心に作用する力がある。カティちゃんはそう言ってたよね。もしかして海賊を改心させるんじゃなくて、心を支配するためにアイドルって存在を利用してるの？歌、踊り、握手会、ライブ、アイドルの活動のすべてはあくまでファンのためという体裁だ。それを続けるうち、アイドルから無茶な注文をつけられてもファンは自分のためにやってくれていると誤認する。握手会やライブチケットの購入、ラビリナ崇拝のための語尾、終了まであと5分なのです。それらを強制されようと反抗の意志が消え失せる。つまりアイドルとは、効率的に人々の心を従える支配にうってつけの形態なのだ。お、恐ろしい。でもそんな洗脳みたいな真似、うまくいくものなんです？誰もがアイドルに興味持ってるわけじゃないですし、特に海賊さんなんて。ウェザーニュースライブが YouTube 版でだけ視聴者同士の挨拶強制とかすごいことになって。ジュンさん、普通に悪の権力者だ。ブルブルブル。そうなのか。なの、運営側がこんなのアイドルじゃないよ。と書いてたという話を思い出したジュンミさん。アイドルはみんなに元気や勇気を与えて背中を押してあげる存在なの。天才なんかじゃない。真のアイドルは心からファンのために頑張ってる。リアリファンにさせてチケットを買わせたり応援させたり、人を支配するために利用するなんて絶対間違ってるよ。カティちゃん、一体何するつもり？教えてよ、大きな目標って何なの？海賊に人生を壊された私は気づいた。この世は力、いや暴力が全てだと。暴力とは他者を従わせ恐怖させるほどの巨大な力。私は海賊を従えてルヌークスを牛耳る。そしてもう二度と何も奪われないほどの力を、圧倒的な暴力を得る。暴力を信奉して生きるなんて違ってる。そんなのクルちゃんたちを襲った海賊と同じじゃん。安心しろ、力は行使するが他人を手にかけはしない。邪魔立てする者がいればルヌークスから出て行ってもらうだけだ。同じことだよ。故郷で暮らすのが生きがいの人だっているんだから。暴力で人生を壊された同志だと思っていたが、残念だクルちゃん。しかしこうなる気はしていた。アイリスとかいう仲間たちに人間が含まれていた時点でな。そっか、カティちゃんも他のラビリナもまだ人間を恨んでるんだね。あの頃のクルちゃんみたいに。今見に行ったら永遠と挨拶しなくては減ったのかな。もっともっと
ミオのジュンミさん。概要欄の注意書きはまだあったでござる、ジュンミさん。やっぱり不平展開あったのかな。ああ、視聴者同士で挨拶続けると限りがなくなるので。恨みって感情が簡単に消えないのは分かってる。でも間違った道に進む友達をほっとけない。挨拶せずに入ってくる人いると怒り出す人とかいたらしいですからね。ジュンミさん、もしかしたら向こうがパワーで解決しようとするかもだし、自分のことだから自分だけで解決しなきゃって、ハムたちを巻き込んじゃダメだって、優しいクルチャさんはそう思ってるんですね。今のところ歩みすべは水着会だけど、カムたちは仲間です。仲間はどんな時も助け合うんです。アイリスの皆さんからカムはそう学びました。ファムさんの言う通りですよ、クルチャさん。私だってもうただの応援マスコットではありませんから。新鋭を駆使する立派な戦力、どんどん頼りにしちゃってください。って最初言わないとダメなので、そうだったの、鶴植物な。匿名のニコ生と違って、ジュンミさん、マジ感謝、みんながいてくれてよかった。ジョー、この空気で泣かないでくださいよ。すみません、めっちゃシリアスな流れだったんで、ちょっと緊張してて。というわけで、カティちゃん、クルちゃんは、カティちゃんも他のラビリナもこのままにしておけない。暴力が正しいなんて考え捨ててもらうからね。パワーすなわち世の真理、3我らの信念を理解できるよう、うさうさ強制員でじっくり教育してやろう。それだと限りなくなっちゃうから大変だな。まあ、めんどくさいな。これが世界史の聖なる光、聖なる白き光。また手を荒らしちゃダメ。何度来ても同じですよ。まあ、めんどくさいな。聖なる白き光、また手を荒らしちゃダメ。こういうのはいかがですか。暴力の正義だったら、この世界で最強の暴力集団だ。邪魔邪魔、アイリスの最強の正義になれば、また手を荒らしちゃダメ。隠すことなく全力全開です。うっさぴょん、こういうのはいかがですか。何度来ても同じですよ。真理探すの邪魔すんなっての。次ですね。真理探すの邪魔すんなっての。え、さあ一番大切な収穫がやってきましたよ。99わらわら。あ、終わった。わら、ウェーブ99ずっとやるんかと思った。我が深淵に飲まれよ。5回で終わって拍子抜けだった。
99って出てたけど5回だったのね。驚いた、わらわら。そして、優が決めセリフを。なんてカッコつけてる余裕なくなってきました。数が、敵の数が多すぎます。アイリスならウーサーズ全部殲滅することもできると思うのだけど。ウサパーチ、ウサキック、ウサ足払い。さすがにスタミナでってことかな。ウサ猫魂。この状態で捕まったらそれこそ一巻の終わりです。そうと決まれば。降参です、降参、降参。賢明な判断だ。安心しろ、ウサウサ強制員で過ごせば思想がまるっと変わるはずだ。何も安心できません。の中に気持ちがいるかどうか知らないけど、純美さん、一撃でバタバタ倒されていたら突撃隊も立ち退いで攻撃止まりそうだが、ウサウサ強制員、なんか奥から悲鳴とかうめき声が聞こえるんだけど。無理やり好きでもないものを好きにさせられるのはね。ドン、本気をなじゃやラビスの魔術食らったら罪になりそうだし。大丈夫ですか？もしいたら海賊の面々にも何かしらが深かって強化海賊になってたりしたらアイリスもきつそう。ジュンニさん、ああなるほど。強制っぷりでした。サメにカチューシャを装着して語尾にピョンをつけるところから始まり、ウサギ飛びを永遠と繰り返し、ラビリナ最高という字を永遠と書き続け、さらにはニンジンをかじりながらブラウサ団の歌を暗記する。同時にポスターや衣装制作などなど、ブラウサ団の裏方業務。みんな助けに来るのかな、それとも。ずっといたら私も自然とゴビがピョンになりそうだ。ピョン、もうなってますよ。だダメダメダメ、本当に洗脳されちゃいそうです。長いはできません。予定通り早く脱走しましょう。確かに急がなきゃいけないみたい。ほらこれ見て、クルちゃんが作らされたブラウサ団のライブポスターなんだけど。
ライブをきっかけにしてカティさんは本格的に支配を始めるんですね。確かに時間がありません。早く脱走しましょう。でもどうすればいいんでしょうか。パム、ずっと脱走の隙を狙ってたんですけど、監視の目は全く緩みませんでした。パムたちは特別に警戒されてるみたいです。できましたよ。きっとご飯の時間です。ひとまずお腹いっぱいになりましょう。だね、空腹だと頭も働かないし。ついこの間まで天庭とバチバチやり合ってた一騎当選の暴力集団と知らないんだろうか。今夜ファムたちがいただくのは人参の丸焼き、人参入りスープ、人参の薄切りサラダ、人参祭りです。ウーサーイーツさん、人参好きだけど多少はお肉を。今回は人数絞られてたからかな。贅沢を言うな。あ、カティちゃん、強制はまだまだ不十分だな。ソラ、試しにピョンと言ってみる。バブ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 。強制には絶対屈さないよ。わらわら、クルちゃんのアイドル魂、この程度で折れるほどやわじゃないんだい。ほう、ではクルちゃん、お前のアイドル魂は真に本心からのものか。どういうこと。私と同じようにお前もかつては人間を嫌っていた。きっかけさえあれば再び人間を、あるいは他の種族を恨むようになるはずだ。そういえば、そんな排他的な自分を覆い隠すために優しいアイドルを装ってるんじゃないのか。違います。クルチャさんは真のアイドルヒーローです。ハンバーグも好き。だってたくさんの人から避けられて心がキュッとなってたファムを、クルチャさんは歌と踊りで元気づけてくれたんです。ルソのアイドル活動をしてるカティさんがクルチャさんにひどいこと言うなんて、パム許せません。パムちゃんというか、単純に大食いですよね、ウマ娘の場合。ジュンミさん、ありがとね、ファムちゃん。クルちゃん、やっぱり毎日訓練してるからクルちゃんのことは、の真のアイドルヒーラーって言ってくれて嬉しかった。知ってると思うけど、カティちゃんの言ってたこと、今は一族ではないので半分くらいは本当。過去に人間を嫌ってたっていうの。クルちゃんさ、その頃の自分があんまり好きじゃないんだよね。でもファムちゃんみたいにシャントラのメイメイも当然人参好きだけど、具体的な食生活わからないな。好きな自分にちゃんと生まれ変われたんだって自信を持てる。だからありがとうのぎゅー、ファムもお返しのぎゅー。キャラフト見ないと食生活わからないかもですね。ファムさんだけじゃないですよ。クルチャさんがアイドルヒーラーなのは私や他のアイリス、冥王様だって認めてますよね。まだシャンドラでメイメイには見てないから。嬉しすぎてウソ耳ピッカピカ。ではこの幸せな気持ちを歌にします。
聞いてください。チェイスマイハート、感動のしっとりバージョン。さっさと逃げろクルチャ。クルチャさん、前よりずっと歌が上手くなってます。っていうか刑務官がすぐに止めに来ると思ったんですけど。パボ、ご清聴ありがとうございました。パチパチパチ、素敵な歌でしたね、バブー。あれ、バブーはどこに。うわ、歌に気を取られてる刑務官を不意打ちしたんですね。あれ、バブーさんはどうやって牢屋の外に。バブー、でも刑務官はずっとこっちを警戒してましたから。クルチャさんの歌で監視の目が緩んだおかげです。脱獄成功、バブー、偉い偉い。バブバブ、他のアイリスと合流したいところですね。そのためにまずは島から出なきゃですけど。うん、皆さんお静かに、人の気配がします。さささ、にゃーん。なんだ猫か。させないでくださいよ。せっかくだしサプライズ的な。それよりちゃんとみんな無事だね。帰りが遅いから心配してた。ラウラさん来てくれたんですね。でもアモたちのいる島がどうしてここだって分かったんです。カティがいる島を教えろって海賊を何人か相手したから。私が単独で死ぬ中を探してた。やはりツル植物が大人数だと目立つし、あてもなく探してたのに偶然出会えるクルちゃんとラウラ。これぞ獣人コンビの友情パワー。クルちゃんの心の声が届いたとか。毎回たまたまいいリアクションありがとうです。ユー、島の裏手に私たちの船が止まってる。行こう。他者を従わせるくらいの力、圧倒的な暴力を得ること。そのためにアイドルとは名ばかりの激ヤバ宗教で海賊を従わせてると。てかウサウサ強制員ってネーミングセンスのがヤバいわ。今はカティさんの目的について考えましょう。海賊たちを配下にルヌークスを支配するなんて不幸な結末になる気しかしません。
ティちゃんたちは強いけど、あの人数で反乱を起こされたらさすがに勝てない。海賊団を乗っ取られたりしたらどうなっちゃうんだろう。相手は海賊、しかも洗脳が解けたらみんなカティや他のラビリナに怒るはず。火炙りくらい平気でやるんじゃない。無兵展開を期待してますよ。カティちゃんはクロちゃんの友達なんだから、やっぱりアイドルヒーラーとして助けてあげなきゃ。カティちゃんは今暴力にとらわれて心を病んで間違った道に進んでる。しかも最後は反乱を起こされて終わりなんて悲しすぎじゃん。助けるって言っても具体的にどうします？とりあえずカティの野望を砕くとこからじゃない。海賊団を組織するくらいだし、カティは生半可な覚悟で望んでないでしょ。だから説得より先に力の差を見せつける。じゃないと話すら聞いてくれないと思う。わかりやすいのは海賊団の全戦力と戦って任すとかさ。あ、そうだ、これ見て。集会ってことは大海賊団の戦力が全部集まるはず。ここで海賊をまるっとやっつけたらカティちゃんの野望を砕けるよね。合点、任せてください冥王様。クルちゃんには燃えたぎるアイドル魂と素敵なファンがついてますから。アイリスのプロジェクターを送り込んでカンブレンチューをいきなり肉片にしたら終わると思う。お任せください。アイリスまでやれる。クルチョさんのお手伝い頑張りますので、パムとバブーで海賊をちぎっては投げちぎっては投げ、パム無双をお見せします。ハワはっていうか相手は全部で何人くらい。私たちが揃ってれば負ける気はしないけど、ダラダラ倒しても閉まらない。海賊を相手してる隙にカティが逃げるかもしれないし、その辺もなんとかなるっしょ。うちには国家レベルの水軍を動かせるやつがおるし、なんなら私らの出番はないかもよ。30PP を送りました。ライブへの潜入は成功ですね。周りの海賊さんにバレるんじゃないかって今もヒヤヒヤしてますけど、ここまでついてきてくれてありがとね。ライブに潜入するのはクルちゃんだけで頑張ろうって思ってたんだけど、それは一個なしですよ。どんな時でも助け合う、それがアイリスですから。それにクルちゃんに任せたら余計大事になりそうだし。確かに。ちょーい、
そろライブの開始時間だね。見て、カティちゃんが出てきた。聞こえているかお前たち。このライブを決起の日とし、我々はルヌークスの覇者となる。そこで改めて聞こう。お前たちが崇めるべきアイドルの名は何だ。終了まであと5分なのです。30分延長しました。略奪と侵略が禁じられて、海賊たちはストレスが溜まっているはず。ルヌークスを支配する過程で暴れられるのが楽しみなのでしょう。人々を手にかけたりしない。ルヌークスから出て行ってもらうだけ。カティちゃんはそう言ってたけど。カティさん自身が思っていても、海賊が従うかは別です。今の彼らはまさしく飢えた獣。彼らの狂気を洗脳だけで制御できる気はしません。それがわからないくらいカティちゃんの視界は狭まってるんだね。圧倒的な力を手にしたいって気持ちが強すぎて、このままじゃいろんな人が不幸になる。ルヌークスの人々、それにカティちゃんだって。ルヌークスはありがたい。早速1曲目。ファウスタがルヌークスに我らの海賊旗が並ぶ。その角で。待て待て待て、クルちゃん参上。真のアイドル魂を見せてやりましょい。やり方を間違えちゃったな感じですね。強制員を脱走したと聞いたが、まさか戻ってくるとは。どういうつもりだ。終了まであと3分なので。カティちゃんを止めに。ううん、助けに来た。ヒーラーとして、アイドルとして、過去に囚われたままの心を癒してあげる。読み上げを開始します。勝手に病人扱いするな。むしろ私が貴様の考えをしっかり強制してやる。やります。やれお前たち。アンコちゃんは起動しました。ルヌークスを支配するための前哨戦だ。行こうみんな。海賊を突破してカティちゃんを止める。全速前進。食料ですか？しゃあないな。世界樹のお力、冥王様来てますか？何度来ても同じですよ。しゃあないな。何度来ても同じですよ。すべて予定通り。騒ぐ必要はありません。ここまでだよカティちゃん。海賊団なんてもうやめよう。これからのことクルちゃんも一緒に考えるから。まだ海賊たちは残っている。総力ではこちらの方が。ごめんねカティちゃん。
このライブ会場は最初から包囲されてたの。まったく、ナジャが出てこないのに何でナジャ入れるとってなってたんだろう。カティちゃん、海賊に命令して、無駄な抵抗はやめてって、ルヌークスを支配するのは諦めようって。ラディスと間違えたのかな。諦めるよう命令すれば、海賊はみんな諦めるはずだって。で、誰も命令を聞こうとしてません。謎よね。カティさんを崇めるよう洗脳されてたのに。危機感によって洗脳による支配のタガが外れたのでしょう、うん、体制は消したというのに、このままでは無駄な血が。洗脳が解けたとはいえ、統率力なさすぎっしょ。敵の愚かさを見誤るとか初体験だわ。こりゃ予想できん。冷静になってる場合じゃないですよ。このままじゃ海賊が大暴れしてしまいます。ラディスとナジャ間違えたって思うしか。誰も命令を聞かない。分かったでしょ、カティちゃん。洗脳とか暴力とか、海賊たちは妄想してる。そんなので人を従えても虚しいだけだよ。大事なのは誰かを助けたい、支えたいって感情じゃない。力で人を従えるんじゃなくて、優しい気持ちで人とつながっていくの。そうやってみんなで輪になるのが本当の強さだってクルちゃんは思うな。だから、ラディスの今は歌うね。何人か住みにしたらおとなしくなると思うよ。うっさぴゃーん。行く。欲しいものは力ずくで手に入れる。それが海賊ってもんだ。クルちゃんの歌を聴けー。これが本物のアイドルだー。いらっしゃいです、シグマ A の王。これはクルチャさんのヒットナンバー、チェイスマイハート。しかもガムも聞いたことのないアレンジバージョンです。普段の元気いっぱいの曲調かと思ったら、強制員で聞いたような優しい歌声もにじみ出る。優しくて力強くて可愛らしくて不思議な歌声ですね。ガム、カルチャさんから目を離せません。海賊さんたち、みんな武器を捨ててますよ。クルチャさんの歌声を聞いて我に返ったのかと。勝ち目のない戦いで命を捨てる、それがいかに馬鹿らしいか気づいたのでしょう。パチ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 。クルチャさんのライブで鳥肌が立つ日が来るなんて、すごかったです。人間と仲違いして恨んじゃった時、それに
賊に人生をめちゃくちゃにされた時、全部忘れられない過去だよ。カティちゃんだけじゃなくてクルちゃんにとっても。でもやっぱり過去にとらわれてちゃダメ。前を向いてなきゃ。みんながそうやって生きられるように、クルちゃんはアイドルやってるの。同じ絶望を味わったクルちゃん、他人のために必死に歌い踊っている。なのに私は、私たちは己のことばかり。本物のアイドルが。応援ありがとうございます。あ、こないだのライブにも来てくれてたよね。新曲どうだった？ゼロ弾丸論破が好きな一人が来場しました。普段はお騒がせだけど、クルちゃんってこういう時はちゃんとアイドルだね。なんていうか、キラキラしてる。ですよね。この間のカティさんの時も大活躍でしたし。そういえばカティさんはどうなったんです？海賊たちはもともと前科があったので残らず投獄だそうです。カティさんや他のラビリナは重罪に問われませんでした。海賊たちに侵略や略奪を禁じて一時的に治安を守ったのは事実。ルヌークスの支配も未遂に終わり、しっかり反省もしているそうですから。とはいえ罪は罪。ラビリナたちも投獄しなよ。懲罰部隊として近海の治安維持に努めるそうです。部隊名はウサウサ懲罰隊。緊張感ないな。そうしてるってことかな。練習に付き合ってくれた上に本番まで参加してくれるなんて、本当にありがとね、ファムちゃん。それにルヌークスの時もファムちゃんがいてくれたから、カティちゃんと前向きに話せたと思うんだ。どういたしまして。クルチャさんの心がキュッとなった時はいつでも頼ってくださいね。クルチャさんがファムにそうしてくれたように、独占会付きでクルチャさんを出してあげますから。死んだ行動したら殺されるとか。シグマハウ。Thank you.
ハレだったら勝てるかわからないけど、今後悪いことしないといいね。いえ、お頭、次の島が見えてきました。一緒に上陸しましょう。帝国の対天使精鋭部隊とかなら鎮圧できるかも。遊んでいるのではなく、英気を養っているんです。ブーブー。まあ、他のラビリナとか海賊はモブなので、暴れそうになったら一旦いなかったことにしてもらって、などと、ジュンニさん。天使精鋭部隊か、天使よりは手こずらない。いなかったこと、わらわら。天使と言ってもアイリス到着まで持ちこたえることに主眼を置いてるそうな。フランチェスカとオリビエが伝えてた。ちょっと離席しますね。
終了まであと5分なのです。30分延長しました。ゲームが好きな一人が来場しました。
戻りました、シャボーン。これ選んでも結局別のミスド出てくるんですよね。ガチャはピックなししてくるから残念な気持ちになる。そしてピックスルーの通常ドレス、
ちらでいかがでしょう。蛇は長寿と賢さの象徴と言われております。私も末永く冥王様をお支えできるよう精進いたしますね。さて冥王様、次はどこに種探しに行きましょうか。それではこの辺りで終わりますね。来場者数34名様、コメントご視聴ありがとうございました。ギフトありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。来てくださってありがとうございました。お疲れ様です。大津12さん